2005年イギリスグランプリは2005年会1世界選手権の第11戦として2005年7月10日にシルバーストンサーキットで開催された。マクラーレンの君ライコネンはエンジン部長で交換を行ったため10グリッド広格。ルノーのフェルナンド・アロンソがポールポジションを獲得した。ライコネンはもともとアロンソの0.027秒遅れで2番手であったが 土曜のフリープラクティスの真中エンジン部長に苦しめられていた。ライコネンの降格で、バーのジェンソン・バトンが、フロントローとなり、ホームグランプリで高位置からのスタートとなる。続いて2代目のマクラーレン、ファンパブ・ロモン・トーヤ、トヨタのヤルノ、トゥルーリ、フェラーリのルーベン・スバリチェロ、ルノーのジャンカルロ・フィジケラ、バーの佐藤・タクマ、トヨタのラルフ・シューマッフフェラーリのミハエル・シューマッフ ザウバーのジャックビルヌーブが続いた。ジョーダンのティアゴ・モンテーロは金曜プラクティスでのエンジン部長で予選アタックが行えなかったため、後方グリッドからのスタートとなった。レース開始前、3日前に発生したロンドン、同時爆破事件の犠牲者を悼んで黙祷が行われた。天候は晴れで気温が摂氏30度に上昇した。路面温度は摂氏45度となり、 フォーメーションラップが終了した。佐藤拓馬はグリッド上でストールしたが、レースディレクターのチャーリー・ホワイティングはスタートを許可しに、ラップ目にセーフティーカーがコースイン、コースマーシャルは、佐藤の車をピットに戻すことができた。佐藤は結局トップから2周遅れで、レースに復帰した。モントーヤがコースタートを切り、バトンを追い抜き続いて、ベケッツでアロンソに追いついた。セーフティーカーが戻った後、 最初のピットストップまでモントーヤがリードを保持し、1秒半の差でアロンソが続いた。モントーヤはファステストラップを叩き出した。バトンは3位を維持したが、バリチェロとフィジュケラはスタートに失敗したトゥルーリをパスした。ライコネンはすでに4位に浮上していたが、シューマッハとトゥルーリが接近したものの、ピットストップまで彼らに追いつくことができなかった。レースは、 ファンパブロ・モントーヤが優勝した。マクラーレンでの初勝利であった。モントーヤは21ラップ目に最初のピットストップを行った。これは予定よりも早かったが、コース状況で変更された。アロンソが続いて23ラップ目にピットインし、モントーヤとほぼサイドバイサイドでコースに復帰したが、モントーヤはその順位を維持した。フィジケラが続くにラップをリードし、 最初のピットストップまでにファステストラップを叩き出す。28ラップ目に佐藤を除くすべてのドライバーがピットインし、モントーヤがアロンソに3秒差をつけてトップ。その後にフィジケラ、バトン、バリチェロ、ライコネン、ミハイルシューマフハ、トゥルーリと続いた。フェルナンド・アロンソはポールポジションを獲得したが、モントーヤにはかなわなかった。 三ストップ戦略のバリチェロは32ラップ目に2回目のピットストップを行った。これによってコース上最速となったライコネンはバトンに接近することが可能となった。モントーヤはチームメイトのペースに合わせてアロンソに応じ40ラップ、41ラップ目にファステストラップを出す。モントーヤのアロンソに対するリードは6秒以上に広がった。43ラップ目。 バトンが2度目のピットストップを行い、ライコネンが4位に、浮上、2ラップ後にピットストップした後もその順位を維持した。モントーヤは44ラップ目にピットインし、バリチェロが45ラップ目に3回目のピットストップを、する前に、アロンソがトップを走行した。フィジケラはオーストラリア以来の表彰台を狙っていたが、46ラップ目に2度目のピットストップ、そこでエンジンストールし、 ライコネンが3位に浮上した。アロンソは49ラップ目にピットインするまで5ラップをリードしたが、トゥルーリを抜くのに手間取りタイムを失った。これはピットストップしてモントーヤの前でレース復帰するには十分なリードを維持できないことを意味した。結局モントーヤはマクラーレンでの初勝利をアロンソに2.7秒差で達成した。ライコネンはアロンソから12秒遅れであったが、 ファステストラップを叩き出した。フィジケラは、来古年の3.5秒遅れであった。バトンはそこから離れて5位に入り、ミハエル・シューマッハとバリチェロが続いた。ラルフ・シューマッハは、チームメイトのトゥルーリに、僅差で勝ち、ポイントを獲得した。このレースではリタイアが1台のみであった。ジョーダンのナレーン・カーティケアンが11ラップ目に、伝送系トラブルでリタイアしている。レースの結果。 アロンソは選手権ポイントを77に伸ばし、ライコネンとの差を広げた。ミハイル・シューマッハが43で3位につけ、モントーヤが26で6位に浮上した。コンストラクターではマクラーレンがルノーとの差を3ポイント縮め、フェラーリは3位を維持した。ありがとうございます。